こんばんは。今日も元気にベートーベンにチャレンジしてみます。ベートーベンといえば古典派の有名な作曲家、偉大な作曲家、国民のために、民衆のために、偉大なる海、田園、地図にたくさんの曲を作りました。そうなった。一度にたくさんの曲を弾きこなすの実に集中を要します。少しずつ分けて部分練習することをお勧めします。一度にたくさんのことを求めずに、一曲一曲丁寧に弾くことで、弾く習慣を身につけることで、実にピアノは上達が早くなります。
簡単な曲を丁寧に、フレーズ豊かに、簡単な曲を丁寧に最後まで表現する、これがピアノ上達のコツです。一度にたくさんのことをこなすのは実に難しいのでござんす。ねえねえ、ねえ、良い子のみんなの人や備品を大切にしましょうね。良い子のみんなはきちんとしてますね。きちんといたわりに励まし、勇気づけてあげる言葉はとっても大切だよね。うん、そうだそうだ。少し努力すれば必ず自信になる。少し練習すれば自信になる。少し勉強頑張れば100点取れるのよ。この中で一番よく練習しているピアノの先生で誰かな、モフちゃん。うん、もちろんこの先生に決まってるじゃないの。そうだそうだ、全くだ。ピアノ演奏のコツからなどなど、楽しいことやサプライズがたくさんなのだ。それではまた、続きはこの後。